どうもこんばんは、立学会です。 iPhone がね壊れてしまって、動画のね、データオープニングのやつとかですね消えてしまったんで、まあこれからね作ったりとかしなきゃいけないなという中で、今回やっていくのは、錦鯉のね厄除けを前回、していきますということで、動画作ったんですね、8月9日に。でそれをね今日8月21日なんですけど、どんな状況か皆さんにね、見ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。それではスタートしていきます。まずはね、飛び出し防止ネットを、取り外していきます。で前回の動画でも、これね被せるだけであとは固定は別にやるというお話させていただいたんですけど、実際これ3箇所、止めてます。で止めるのに使っているのはいわゆる被覆番線っていうやつですね。あの針金の周りビニールで、何ですか囲んであるというかその包んであるタイプのやつですね。これ固定しておかないと、ね、本当に鯉何回も跳ねてましたんで危ないと思います。で実際ねこれがあの上からよく見ると実はね8月の16日ぐらいに1回ね水替えして薬もねエルバージエースもう1回入れたんでちょっと黄色がかってるんですけどね、まあこれその後数日経って、撮影してるわけなんですけど、あの日光で分解されるのかな、割とね色が落ちてきた、ような感じです。で魚の動きもよく見ると前回ね、やった動画よりはだいぶ泳いでるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、前回もちらっとお話しましたけど水槽の底にいるときにじっとしてねほぼ泳がない動かないみたいな状態だったんで、まあ、それからするとだいぶ泳ぐようになったんで、まあ、これでね厄除けも一旦ここで終わりにしていいのかなって思っているところです。水替えをしていきたいと思います。まあ、使うのはね、通常のあの排水用の、ね、ポンプっていうかねあの手でギュッギュッってやるやつとあと通常のね水道ホースですね。であとはカルキ抜きということになります。で前回 の, あの水を、ね、入れるとき、組み立てて立ち上げるときは屋内の浄水器から、水を、ね持ってきたんですけど、まあ、これ結構、ね、中からホース室内からずっと外まで合わせるの手間なので、外の、ね水道を普通に使って、通常通りカルキ抜きを使用して、水替えの方を行っていきます。はい、ただね待つのも暇なんで、ついでに掃除していきたいと思います。使うのはこちら60センチ水槽の、ね、上部フィルターに使う、通常の、ね、物理ろ過用のスポンジになります。で実際ね設置から10日ぐらい経ってるんですけどねビニールの内側がもうヌルヌルし始めてちょっとね苔が生え始めてるかなっていうところなんですよね。まあこの機械なんで、綺麗に掃除して、どれだけね、フィルターに汚れがつくのかちょっとね見てみたいと思います。まあろ過も能力がね、水作ジャンボだけど非常に小さいんでこちら意外と汚れてないのかななんてねちょっと思ってはいたんですけど、ただやっぱ見ればねまあ空濁りますわなっていうところでね、これまたね水替えして、きれいにしていきたいと思います。そうこうしているうちに空がねだんだん怪しくなり雨が降ってきました。まあ、ただ掃除だけはね引き続きやってます。早くね綺麗にしたいと。ようやく雨も弱くなって水替えも終わりました。まあ、そこでね厄除けはやめるんですけどこちら塩浴はね、しておきたいと思います。でこれね、400リッターの、プールなんで、5% 濃度ということでね2キロ、塩を入れていきます。とりあえず、塩を2キロ、5% 濃度で、投入が終わりました。まあねこうしてみると水もきれいになって、錦鯉もねまあ最初にも言いましたけど、まあ、前よりね、これ入れた直後よりはだいぶね泳いでくれるようになったかなというところです。なのでねちょっとだけ餌をあげてみたいと思います。とりあえず少しだけ、家にねある浮上性の餌を、
与えてみたいと思います。特にね、消化がいいとかではなくて、通常 の色揚げ用の餌になるんですけどね、浮上用の餌をあげるっていうのは、鯉の様子を見て、よく観察するために使うなんて言われてるんですけど、なんとかちょっとはね、食欲出てきてくれたのかなっていうところですよね。もうちょっと、ただもうちょっと様子を見てから、水槽に戻せるかどうかの判断かなというところ、8月いっぱい9月の上旬ぐらいまではこのまま様子を見ていきたいと思います。今回もね、ご視聴いただき誠にありがとうございました。今後もこういった形で動画を作っていきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではこの辺で失礼したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。